自分の主張は書き消され、松本人志訴訟前に、悲痛訴えも事実無根しか聞いてませんがと、突っ込み続出。昨年末から週刊文春で性加害疑惑が報じられ、発行元の文芸春秋に約5億5千万円の損害賠償や訂正記事を求めて提訴した松本人志60。3月28日に行われる訴訟の第1回口頭弁論を目前に76日ぶりに沈黙を破ったのだ。 人を笑わせることを志してきました。たくさんの人が自分のことで笑えなくなり、何一つ材のない後輩たちが巻き込まれ、自分の主張は書き消され、受け入れられない不条理に、ただただ困惑し、悔しく悲しいです。世間に真実が伝わり、一日も早くお笑いがしたいです。3月25日夜に X を更新し、現在の心境をこう綴った松本。代理人弁護士を通じて、同じコメントが発表された直後のことだった。 自らの名前の漢字を廃した文章で書き出し、悲痛な胸中を率直に綴った投稿は、すでに68万件のいいねが、インプレッションも4400万回を超え、松本を応援する声が相次いでいる。26日、12時現在、松ちゃん頑張れ。お久しぶりです。嬉しくて、涙が出ます。みんな心から待ってますよ。松ちゃんの叫び、心の声もう泣きそうになる。また笑わせてください。待ってます。 だが、その一方で、松本の主張を疑問視する声も上がっている。自分の主張は書き消され、とのコメントですが、具体的に何か主張してたかな事実無根。って、コメント以外に記憶がない。事実無根の主張が書き消された。ってこと。松本ひとしって何か主張してたっけ事実無根と、とうとう出たねの二つくらいしか記憶にないんだけど、 自分の主張って何でしょうか事実無根しか聞いてませんが何についてなのか全くわかりません。事実無根なのに記者会見すらしないのはなぜ遡ること昨年12月27日発売の週刊文春で後輩芸人と参加した飲み会で女性に性的な行為を迫ったなどと報じられた松本。すると翌28日に X でいつ辞めても良いと思ってたんやけど やる気が出てきたなぁと意味深投稿していた。今年1月5日には週刊女性コライムが報じた告発女性によるお礼メールのスクショを添えてとうとう出たねと投稿。さらに同月8日に事実無根なので戦い回す。それも含めワイドナショーで回すと宣言するも翌9日にワイドナショー出演は休業前のファンの皆さんいないかもしれんがへのご挨拶のため顔見せ程度ですよと釈明したのだった。 一方で報道に関する見解や報告は吉本興業が公式サイトを通じて発表してきた。吉本興業も当初はタレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損するものとし、真っ向から報道を否定していました。松本さんが裁判に集中する目的で活動を休止することが発表されたのは、松本さんが X で事実無根なので戦い回すと投稿した日でした。 しかし、吉本工業は1月22日に公式サイトで外部弁護士を交えた関係者への聞き取り調査を行い、事実確認を進めていると軌道修正。ガバナンス委員会からは会社としての説明責任を果たす必要がある。当初の当該事実は一切なくとの会社コメントが世間の誤解を招き何を指しているのか不明確で混乱を招いたように思うなど厳しい指摘があったことを明らかにしていました。 一連の騒動で松本さん本人による発信は X でのつぶやきのみでしたので今回発表したコメント内の自分の主張はどの部分を具体的に指すのかは判然としません。芸能関係者、注目を集める裁判の行方は果たしてこの件に対する海外ファンの反応は以下の通り素朴な疑問 ことの真偽はまだわからない。というか、解明されるのかも謎だけど、一番最初の報道が出た時に、なぜ巻き込まれた後輩たちをかばわなかったのだろうか。報道された内容について否定するにしても、内容については事実無根ですが、このような報道で後輩たちを巻き込んでしまったのは、僕の責任ってくらいは SN、SNS で発信できたと思うけど、自分の主張は書き消されてそもそも、記者会見や生番組で否定するどころか、 一切何も発信してないのに、この投稿はちょっと疑問。事の真偽はともかくとして、自分が追い詰められた時の対応が、正直空回りというか、言い方悪いけど、ここまでダサいとは思わなかった。僕の主張は書き消され、マスコミ含めてみんなそれを聞きたいんだから、会見でも何でもやったらええのに。松本の主張って、後輩芸人が頑張って、かばって発した言葉のこと、 何や、昔、文春法くらったら、変な言い訳するから、余計に状況が悪くなる。自分なら潔く全部認めるみたいなこと言ってたらしいが、自分はそれだけ度量が大きい人間だというアピールか、実際に自分ではそう、思ってたのかもしれんが、実際に文春法を食らってみたら、実にちっちゃい男だった。ってことだろう。発言しないと決めたのは自分だし、その結果、自分の主張が書き消されてしまっても、仕方がないと思う。 仕事をしないと決めたのも自分。何も発言しないと決めたのも自分。自分が決めたことに対して他の人間に責任を転嫁してはダメだよね。どんな記事を出されようと仕事を続ければよかったし、違うと思うなら否定していけばよかった。マスコミが嘘を書くのは日常茶飯事だし、僕は潔白だと堂々としていればよかったと思う。今まで松本さんのことは何とも思ってなかったけど、今回のコメントはちょっと残念に思った。 自分は何もしないで雲隠れして、ぐちぐちと不満を言われても、と思ってしまった。芸人で喋りは得意なんだから、普通に仕事しながら、ガンガン戦えばよかったのに。そうでないと雲隠れするだけの理由があったのではと思えてしまう。仮に自分がこの目で見た話でも、読み手が違えば、自分が意図したものとは違う形で受け取られることは、よくあるわけで、第三者の聞き取り取材に基づく以上、文春の記事が一字一句全部正しいなんて、 話はあるわけがない。なので、その一部を捉えて、事実無根と主張することは、誰でもできる。重要なのは、どの部分が事実無根なのかです。性的合意がなかったという点なのか、性的交渉があったという点なのか、そういう目的のパーティーがあったという点なのか、女性が不快感を覚える、セクハラ的発言をしたという点なのか、ただ、飲食しただけとか、開くこともないとかなのか、この場合、本当に無根。 どれなんかはっきりあなたも言わないのに、そんなこと言われてもねって感じ。言わないじゃなくて、言えないんじゃないのと思わんでもない。性的交渉があったなら、犯罪じゃなくても、嫁や娘に合わす顔はないですから。もう芸人の中では、トップと呼べるほどの人のはずなのに、声を上げて反論してくれるほどの後輩は、皆無という状況がね。反論できるほどの余地がないのか、人望がないのか。 昔は何しても許されたけど、今はやってきたことに対して向き合う時なんだと思う。自分の主張は書き消されと主張していますが、問題発覚後全く発言していないのでは、だから文春記事をはじめマスコミや芸能人や飲み会に参加した人々の発言のみが入り混じったのが、現実で事実解明はされていませんでしたので、やむを得ない状況だったと思いますよ。 勝利の確信があるので、訴訟に踏み切ったのでしょうから、そこから真実を明らかにしてください。ただ疑問なのは、今まで沈黙だったのに、なぜ裁判開始直前の日に突然発言したのでしょうか裁判において、きちんと自己主張する機会はあったはずなのにです。保身に走るなら、もういずれもノーダメージは不可避なので、悪あがきして、より深みにはまるより、いかにダメージを少なくするかで画策した方が良い。 世間を何とか味方にしたい早く風化させたい、しれっと復帰したいのが見える。事実は全て認めたらどうだろうか。事実無根を守備一貫に主張していくのは無理でしょう。死にとって二つの敵概要。文春という敵と世論という敵。いずれも強敵だが、まず降下する世論を懐柔できれば、発砲塞がりの現状に風穴が開く。 それをてこにして社会的制裁が解かれ裁判の風向きも変えたいとの狙いだろう。市は世論先導の方策として SNS を活用する。先般の田無健氏や下月氏の SNS 発信等にも松本市の息はかかってるかもしれない。が昨日の SNS 更新を含め市の SNS 戦略が成功しているとは言い難い。むしろ SNS でつぶやくたびに世論の公開を反発を招いている格好。 今回も被害女性側への言及や気遣いが皆無だった点が世間を失望させている。印象操作や SNS 戦略の限界を直視し、会見と説明の場の設定は急務。争点も曖昧なまま、情緒的主張に終始するようでは、世論、消費者は納得しない。けじめ説明責任が尽くされていないと判断されれば、地上波復帰など、ありえない。大谷くんの会見を見たけど、 わからないこと言えないことがあっても、やっぱり自分の言葉で発信するのは大切だと思った。特に表に出る仕事の方は、たとえ裁判で勝っても、もやもやは残るわけで、何年もかかることだ。私は今からでもいいから、会見を行い、どこが嘘で、どこが事実で、どこが記憶にないのか、きちんと説明した方が良い。弁護士は裁判のことだけ考えていて、その先の芸能生活や、 家族や後輩の苦しみなど、理解していない。記者会見嫌がるのはわかるけど、本人だけじゃなくて、後輩芸人も活動休止に追い込んでるのだから、そんなん知らんわ。は、さすがに通らない。別に、渡部や宮坂のように、記者からフルボッコにされろというのじゃなくて、スマホ一台あれば、 普通に経緯を説明し、記事のこことここが全く違う。事実無根とは、このことです。と釈明したり反論する動画撮って、ツイッターなり吉本工業のホームページなりで発信することだってできるはず。変な匂わせばかりして何かをごまかそうとしてるように見えるから、世間一般は疑問しかわからないのであって、誤解を生んでるのは松本さん自身に原因がある気がします。 松本さんが文春の記事に事実無根くらいしか言っていないというのもあるけれど、それはちょっと置いといて、吉本工業は当初の当該事実は一切なくという発言から一転して、後に事実確認を進めるという発言をしました。しかしながら今現在までに事実確認の結果は出していないと思われますが、本当にしているのでしょうか。確認結果を出さないと吉本工業は無責任に見えますよ。 自分の主張ってどう言いよう内容なのかわからないのですが、この方は飲み会自体もやっていないのですかホテルのような密室で女性を集めて行う飲み会をやっていたことは事実なら、松本さんがテレビに出ても二度と心から笑えることはないです。ただ、仕事終わったらまた女性を集めて飲み会をやるのか、奥さんも子供もいるのに、と思うだけです。